還付金詐欺など特殊詐欺の手口は年々多様化、巧妙化しています。詐欺の手口を実際に体験することで被害防止に役立てようと、香川県警が新たな取り組みを始めます。今からコンビニへ行って電子マネーカードを12万円分買ってください。これは行かずに電話を切るですね。すると騙されませんでした。でこのようにですね、特殊詐欺の手口に対して自分がどのような行動を取るべきなのか実際に体験することができます。香川県警が制作した特殊詐欺体験動画です。還付金詐欺やサポート詐欺など全部で6種類の特殊詐欺について、自分で行動を選択しながら詐欺の手口について学びます。残高を教えてください。特殊詐欺のことは自分ごとで考えてなくてですね、人ごとのように考えていらっしゃる方が非常に多いのかなと。実際にその特殊詐欺に遭遇したときに詐欺であることを看破してもらうためには、非常に経験しておいていただくということが非常に大事なのかなと。香川県が特殊詐欺についてアンケートを行ったところ、被害に遭わない、どちらかといえば遭わないと 55% の人が回答しています。その理由の多くが騙されない自信があるというもの。しかし実際には今年3月までの特殊詐欺の被害は41件と、去年の同じ時期に比べ倍増しています。電子マネーの番号を教えると、騙されてしまいました。これはサポート詐欺という架空料金請求詐欺の手口です。騙されないために重要なのは詐欺の手口を知ること。香川県内の警察署に6月中にタブレットを設置し、被害の相談に訪れる人に体験してもらうことにしています。被害者になり得るような、高齢者の方を中心にですね、いろんな手段で呼びかけないと、この対策だけしておけば十分ということは絶対ないんで、まずは体験していただくということが、詐欺の被害が少しでも減るのではないかなと。次々と新たな手口が生まれる特殊詐欺。警察が作った新たな対策で、自分は本当に騙されないのか体験することが被害減少につながります。